皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の18日、18時17分、昨日の石川県代表の小松大谷さんと、智弁学園さんの試合だとか、あと他、その他の試合なんですけども、神村学園さんだとか、そういった、チーム、大城高校さんでしょうか、大きな社と書いて大城高校さんじゃないかなと、読み方なんですけども、そう思って、述べさせていただいているんですけども、さまざまな試合見させていただいて、ハイライトで、テレビ朝日さんで、報道ステーション関係のところが終わった後、ネット甲子園名称はそうだったかどうかちょっとはっきり覚えてないんですけども、ああいうふうに、高校野球その日の試合を、取り上げて放送している番組を見ていてですね、いろいろ、気づいたことがあるのでお伝えしようかなと思います。小松大谷さんと智弁学園さんの試合ではやっぱりあの場面でしたね。もう一つその8回にそのワンアウト満塁までこぎつけるその前のあの2対2の場面でした。あの場面ですね、ランナー2、3塁だったと思うんです。で智弁学園さんの方が、手堅く1点まず、取って、3対2まで持っていきたいと、そういうような場面でスクイズをされてきて、しっかりそこを、キャッチャーゴロというような形で、処理できてファーストに、送球ができてるんですけども、残念ながらファーストのベースカバーに誰も行ってなかったと。でその辺のところが多分エースナンバーの、選手の方と違ったから、そうなってしまったんだと思うんですよ。多分どう考えてもピッチャーは投げ終わった後ファーストに全力で走っていったら絶対ランナーより速いんですよ。どんなに足が速い人は相手でもとにかく全力で走れば、今時太ってるピッチャーの人なんかいませんから。でなんかその辺のところは試合で、すごくランナーとか、気にする場面ですし、スクイズの時に自分がベースカバーに行かなきゃならないんだっていうのが、バッターに集中しすぎて、その辺がちょっとおろそかになっていたのと、あと、キャッチャーの方ですね、ピッチャーがファーストのベースカバー行ってから、送球するぐらいで、よかったので、その辺が非常にもったいないところでしたね。負けて悔しい部分もあるとは思うんですけども、小松大谷さんの方も十二分に勝てるだけの要素はあったんですよ。でやっぱり他の高校球児の方たちも聞かれてると思うんですけども、そういうところなんですよ。ほんのちょっとの神一人の差のところで守備にほころびとかがあったりした時に、その試合の行方が決まってしまうと、こういうような部分が、あるかと思います。あの場面をスクイズしっかり対応できてましたから、あとファーストへの送球、あの場面さえきちっとアウトにできていたらやっぱり違ってたと思うんですよ。もしかしたら、エースナンバーの彼を温存したまま次の試合に行けたかもしれません。で、だからほんのちょっとしたことで、本当に神一人の試合が多いです。ワールドベースボールクラシックも、私の方で担当させていただいて、試合勝ち負けしてるんですけども、やっぱり神一人の場面多いです。あとは、他の高校の方たちの、大きな社と書いて、大社高校さんでしょうか。早稲田実業さん、との2対2の同点の場面 の、 タイブレイクになるまでの過程の試合もすごく甲乙つけがたい、お互いに堅い守備だとか、本当に試合の行方がどうなるか分からないところでの、タイブレイクでの三塁線への見事なバント、オールセーフになるという、あのあたりですね。やっぱりあの場面が作れた時点でもうほぼほぼもう勝ちは確定だと思うんですよ。
ノーアウト満塁っていう場面を作れた場面、あの状況が作れた場面で、正直外野フライのある程度の位置まで飛ばせば絶対あのタッチアップで1点入ってくるわけじゃないですか。で、まあセカンドファーストの走者の人もまあ飛んだ打球の位置にもよりますけども、バックホームに返球してくる、まあ、中継も込みでですけども、そういう動きを見せるんだったら次に進塁しやすいじゃないですか。その相手の守備体制だとかベースカバーにいないとかもいろいろありますけども、その辺のところでやっぱりあのバントが、試合の勝敗を決めた場面だなと思います。あとはまあ神村学園の皆さんですけども、リードした時にランナーが例えばセカンドとかサードで進んだ時、まあ、特にサードをですね、相手チームはこれ以上点数を、相手チーム神村学園さんに与えるわけにはいかないということで前進守備を引いてくると、そうなってきた時に、やっぱり前進守備ですからスクイズはかなり、リスクがあると。でこうなってきたらやっぱり、打つっていう方向になってくるんですけども手堅く、叩きつけるような、打ち方といいますか、まあ、とにかくフライを上げないっていうこと、内野の頭を、まあ、すごく越しやすいですし、死んで、捉えた早いゴロだったら前進守備の場合、間を抜いていきやすいですし、上から叩きつけるようなバッティングでしたらバウンドして、越えていきやすい、まあ、センター返しとかで得点されてましたけども、非常に打球の飛ばし方が理にかなっているということで、野球の仕方がそつがない野球が、できているのというのが、その2試合に関して実感ですね。まあ、負けたその早稲田実業さんたちも素晴らしい試合はできてたんですよ。素晴らしい試合はできてたんですけども、三塁線ギリギリのあのバントをされた時点でやっぱりこれはもう相手の技術を、認めるしかないと。だからまあマウンドでピッチャーの方泣き崩れていらっしゃいましたけども、まあ、すごく悲しかったり悔しい思いあると思いますし、多分それって自分だけの涙じゃなくてチームメイトの人たちに申し訳ないっていう気持ちとか込みの涙だと思うんですよね。でそこはもうしょうがないことですから、あれだけも見事なバントされたらもうしょうがないなと。もうこれ社会人になってからも同じなんですよ。もうこれはしょうがないわと、もうしゃあないというようなこの言葉のワードがあるからなんとか日々生活できてる部分があるんですよ。これ社会人になってからもうみんな同じなんですよ。いろんな商業原理とかいろんな部分があって、大抵の会社は20年30年以内に倒産しますから、ほとんどみんなそれ経験します。で、まあ、今の時代だったら人材派遣会社が公務員の仕事までし始めたり、もともとの公務員の仕事も IT 関係もそうだし、まあ、医療関係もそうです。人材派遣会社の人たち、それなりに雇っています。ホテルマンなんかはもう昔からそうなんですよ。僕は20歳ぐらいの頃から、要するに1997年、8年、それ以前から人材派遣会社の人たちが多かったんですね。で、まあ、かといって個人商店とかもそう簡単に物事が進むかって言ったら、もう人口は50年近く少子化がついてますから、もうあとはもう企業合併するしかないんですよ。新しく店出してる人見たら、ああこの人世の中分かってないなっていうことを、理解しておいたらいいと、まあ、こういうことになるんです。で、まあまあこういうふうな世の中ですからね。まあまあ早稲田実業のピッチャーの方も非常に頑張られた末で、もうタイブレイクのところまで来て、で負けてしまった試合ですから、それまで2対2ですから、どちらのピッチャーの方も守備陣の人たちも良いプレーできてるはずなんですよ。野球の世界で延長12回まで2対2っていう得点っていうことは、相手チームに奪われてる得点っていうことは、だからまあそこはもう全然恥じるようなことじゃないし、まあ、基本的にタイブレイク、ノーアウト1、2塁からでしたっけ。で、ああいうふうなノーアウト1、2塁からの場面でスタートして点が入るか入らないかというと、入る方が確率圧倒的に高いですから、まあまあその辺のところは、まあ気持ち、まあそんなに落ち込んでもらう必要ないと思います。
あとはそうですね、今日、38号ホームランでしたっけ、大谷翔平選手へのメッセージということで、まあ、あのここ10打席ぐらいノーヒットだとか、まあ、そういうふうな動画で、こうちょっと厳しいコメントを言ってる人たちとかいるんですけども、これ、まあ、まあまあそれは以前言ったことを覚えていって、まあ、今日ホームラン打った方かもしれませんけども、まあ、その少しその10打席ノーヒットの前が2試合連続ホームラン打ってるんですよ大谷翔平選手って。で、足も速くて、盗塁も、そこそこというか結構知るわけじゃないですか。もう今30いくつですから、まだシーズン、だいぶまだ残ってますけども、相手ピッチャーからしたら非常に、2試合連続ホームラン打っていて、昨年はホームランなわけで、しかも残りの試合数がそこそこ残ってる段階で、彼は試合に出るのをやめて、それでもホームランを取れてるわけですから、そういうバッターにしかも打率が、3割ぐらい打ってると、じゃあそういうバッターに相手ピッチャーは心理的にストライクゾーンにボール投げ込みたいかって言ったら、それものすごく嫌なんですよ。まあ、チームメイトのこと込みで、それまでの10打席ノーヒットのところの、まあ、映像とかを、まあ、全ての、1打席1打席どんな球を投げられてるかとか、そういうところまではチェックできてないんですけども、基本的にやっぱりもうピッチャーが逃げに走ってるんですよ。あ、もうこれボール球だなっていう分かりやすいボール球、まあ、僕から見たらなんですけども、そのどうやったらいいんですかね。これ相手ピッチャーの心理が読めてるときってボールがよく見えるんですよ。もう心理が分かるから、相手ピッチャーが逃げてるっていうこと分かってるから、もうこの人ストライクゾーンにボール投げたくないんだっていうことが分かるから、もうバットが自然と止まるんですよ。で、これがね、野球の醍醐味のところで、相手ピッチャーのその心理云々と周りの人たちのコメントとそれまでの結果データを元に相手ピッチャーはまた投げてくるから、大谷翔平選手もそれ分かっているから、10打席ノーヒットがついたからこそ、そろそろピッチャー相手ピッチャー勝負してくるのがあるから、多分今日の38号ホームランにつながってると思うんですよ。まあ実のところが下がってしまうともったいないから、まあ、大谷翔平選手へのメッセージ、まあ、この動画を見てる頃には、まあ、その翌日の試合だとか、そういうふうな形になってくるかと思うんですけども、まあ、相手ピッチャーがまだストライクゾーンに投げてくる方なのかどうなのか、もう完全に逃げてる方なのかどうかとか、まあ、今のチーム状況を考えたら、まあなかなか勝負はしづらいバッターであることには、まあ、変わりはないと。まあまあ、その時の、アウトカウントだとか、ランナーがいるいないだとか、ファーストが空いてるかどうかとか、まあ、状況設定いろいろあると思いますけども、まあ、今日ホームラン38号打てて、まあ、僕としては、まあ、ホッとしてますと。まあ、翔平もあんまり、まあ、ただ、10打席のノーヒットのところで、ちょっとミスショットがあったのも、ちょっとまあ、僕の方でも気づいています。まあ、ちょっと真ん中近くに入ってきたボールを、ファールにしてしまってるっていう場面。まあ、あの辺を的確に捉えて、まあ、これはもうプロ野球選手で、年間、まあ、600打席以上打席に入って、全員が全員全てのボールミスショットがないかって言ったら、まあ、それはもう無理な話で、まあ、ただ、まあ、翔平に関しては高い確率でそれは捉えれるっていうところがあって、で彼の場合は、まあ、これはここから先は、高校球児の方たちに当てはまってくると思うんですけども、特に甲子園に今試合をされている方たち、右中間左中間に関してはやっぱりホームラン出にくいです。これはもうまず間違いないんですよ。ただ大谷翔平選手、彼に関しては、その、搭載されてる筋力がものすごいですから、平気で、ピッチャーの時は160キロ超えを、平気で投げると。とんでもない筋力があるんですよ。だから、彼は、
その37号か36号の時は流し打ちで左中間にホームランを打ってるんですけども、左中間の、まあ、中間近くのところまで飛ばしてるんですよ、流し打ちで。あんなことなかなかもう筋力の動作量的にほとんどの人は無理なんですよ、流し打ちで、左中間のそんなところまで飛ばすのって。やっぱり彼は身長が190何センチあって、でそれで体をしっかりと鍛え込んであると。で、片やアーロン・ジャッジ選手は2メートルあると、身長は2メートル以上あると。で体をしっかり鍛えているから、やっぱり筋力はもう尋常じゃないと思うんですよ。だからまあその辺のところで言うと、まあ神村学園さんがされてたような試合だとか、大城学園の大城、大城高校の訂正、大社高校、訂正大社高校の皆さんがされていたような、ああいうふうな形にどれだけを持っていけるかっていうところが、一つのポイントだと思います。でこれはもうワールドベースボールクラシックで、前々からずっと言ってることなんですけども、メンバー全員ちゃんとバンド練習してきてくれてるんですよ。4番だろうが何だろうが、まあもともといろんな球団の、まあクリーンナップを打ってる人たちとかが集まってきて、まあもちろん 1,2 番とか足速い人は必要ですから、そういう人たちはもともとバンドの練習はしっかり積んでる方ですけども、全員ちゃんとバンドができるんですよ、4番だろうが何だろうが。それはもう当然なんですよ。その相手ピッチャーがね、例えば、大谷翔平投手だったとして、コントロールはもう思い通りに、もう思ったところに全部思いっきり力込めて 100% の力で投げ込んで、それがコーナーとかストライクゾーンとかボールゾーンをレシーブして、変化球の失投がなくて、もう思ったところに全部投げ込めれると。そんな状態のピッチャーからなかなか点取れるかって言ったら、それはもう国家代表戦のメンバーを揃えてもなかなか難しいんですよ。そうなってきたらやっぱりフォアボールで出塁したりだとか、なんかその辺のところで、まあ単打でもいいから、塁に出て、まあ盗塁だとかバントで次の塁に進んで、ワンヒットでなんとか1点得ると、セカンドから、卒のない走塁で、ホームに帰ってくる。片やオーバーランはなしです。オーバーランをしてしまうと、その打球に応じてホームに、狙うかどうかが、まあ、決まってくるわけですから、まあまあそういう卒のなさ、それを早いイニングから、しっかりと、続けていくと、気がついたら9回まで来た時に各イニング1点とか2点とか0点とかでしたけども、9回まで来た時に5対0になってるだとか、まあ、あとは守備きちんとしてと。まあ小松大谷高校の皆さんは一番最後は気球相手にゲッツーを取られて、まあ敗れてしまってるんですけども、まあその辺のところがスクイズの処理ですね。ファーストへの送球、ピッチャーがベースカバー全力疾走していれば楽々簡単にアウトにできてる。でちょっとまあサード方向、まあキャッチャーの人もそんなに慌てないでサード方向、しっかり見て、ランナー帰塁させてと。で余裕持ってファーストへ投げたらピッチャーも取りやすいところで、まあ、取って、で、もしサードがホームに突っ込んできたとしても、そのケースの場合だったらもう普通にホームに投げたらアウトに絶対できますから、よっぽど変な悪送球とかはない限り、まあ、その辺落ち着いてプレーできてたら、そういう硬い守備も発揮できてたまま試合が進んでいって、最終的に多分小松大谷さんが勝てたと思うんですよ。もちろん負ける気は全然なかったですよ。4点差つけられた時も最終的に6対3でしたけども、やっぱりそういう気持ちがね、最終的にの9回の前の8回のイニングでワンアウト満塁のケースは作れて、そこなんですよね。でまたそこでボール球を振ってしまったっていうのが、まあまああの時の試合の大きな要因のもう一つの要因なんですけど、まあそういうところですね。だ本当にもう選球眼、プロの世界でも絶対もう選球眼なんですよ。相手ピッチャーが振ってくれたら助かるボールを絶対振らない、バッターの人は。かたや
相手ピッチャーはどういうふうに配球をすればどう追い込んでいけば、ボール球を振らせれるかと、そこなんですよね。あとはそのあたりでゲッツーとかしっかり取れるかどうか。本当にゲッツーって大きいですよ。去年の阪神タイガースもゲッツーがすごく多かったんですよ。フォアボールも12球だったし、フォアボールの打者としての数ですね、チーム数、ね、だからそれでチームゲッツーがたくさん取れるかどうかで、まあ、セリフで1番だったのはまず間違いないんですよ。ゲッツーの数が12球団の位置だったかどうか覚えてないんですけども、まあ、その辺のところで得点能力とかが全然違ってくるのと、あと甲子園っていう球場は広くって、風があると、これが、東京ドームとかとは違うところなんですよ。東京ドームとかも性質が全然違うんですよ。特に、ソフトバンクホークスさんの、福岡ドームなんかラッキーゾーンまであるじゃないですか。もともとあの辺席なかったんですよ、右中間左中間のところで。そこに、座席作って、その前にフェンス置いてるから、右中間左中間がポール際と対して距離変わらないんですよ。だからホームランの数絶対増えるんですよ。で、他のチーム、まあ、一覧表とか見てもらったら分かると思うんですけども、他のチームと比べたらチーム本塁打の数が多いんですけども、それ単に球場の性質なんですよ。だからその球場の場合ばっかりを、まあ、半分以上の試合を行うソフトバンクさんの打ち方と、甲子園で試合を行う阪神タイガースの選手のそのボールの打ち方とかは違うんですよ。で、世界戦に適しているのは、昨年行った阪神タイガースの試合の仕方が、性質は絶対そうなんですよ。で、東京ドームとか福岡ドームの落ち方が身についたまま世界戦出た時に、それで正解かっていうとちょっと違ってくるんですよね。甲子園球場だったら、ああ今のはホームランになってないなっていうのがホームランになってしまいますから、だから最悪それフライとして処理されてる可能性があるんですよ。それまでホームランになってしまいますから。だからね、面白い例で言うと、阪神対巨人戦で、ね、まあ、こちらが、まあ、神戸市に住んでいますから、例えば巨人戦の試合とかだったら、まあ、阪神との試合がある時ぐらいでしか、地上波でなかなか放送されませんから。で、その時にね、阪神タイガースの選手はこうボールを打った後、打球が上がったんですよ。で、もう打った瞬間、これフライだなってこうみんな思ったと思うんですよ。で、バッターの人自体が打ち上げてしまった、しまったって、こう、バットを一瞬こう地面に叩きつけそうになったんですよ。こう、バットをこう地面にこう投げようと、こう腕がこう上がるところまで来たんですけども、そこを自制心でこらえて、もうまあ、ちょっと、とぼとぼと、ファーストに歩いていったんですけども、それがホームランになってるんですよ。これが無風の世界なんですよ、ドームの。だから、風がある球場と全然性質が違うんですよ。フライがホームランになっちゃうんですよ。だから世界戦に適したチームがどういう風なチームかっていうのは、もちろん守備が上手くて、まあ走塁面も含めてなんですけども、結構走塁面大きいですよ。極端な話で言いますと、1番から9番まで、世界で一番、ヒットのたくさん打ったギネス記録を持っているイチローさん、大リーグの記録じゃないんですよ。大リーグの、ヒットの数じゃなくて、日米通算のヒットの数、プロ野球選手としてのヒットの数はイチローさんが世界ナンバーワンなんですよ、歴史上で。じゃあ1番から9番までイチローさんにしたら1試合何得点できるかって言ったら、平均化すると8得点取れるんですよ。で、イチローさんの守備見てもらったら分かる通り、肩強いから、あの人、背小さいと思われてる人たちいらっしゃるかもしれませんけども、実は身長180センチ以上あるんですよ。周りの選手が大きすぎたんですよ。だから、イチローさんが小さく見えてただけで、だから体格はそれなりにどちらかというといい方なんですよ。で、足が速い。で、だからやっぱり肩も強かったし、ホームランも年間で見ると、だいたい10本ぐらい打ってるんですよ、毎年。で、ヒットの数なんか一番多かった時、162本でしたっけ？なぜ？262本か、まあ、それぐらい一番多かったヒットの数がワンシーズンで。だから日本のプロ野球界で昔で言うと、ワンシーズンで200本ヒット打った人なんか
それまでいなかったんですよ。その記録を塗り替えたのが、まあ、イチローさんがその100何十本という記録を作ってからメジャー行ってるんですけども、その後200本超えを行ったのが秋山っていう選手だったと思うんですけども、まあまあワンシーズンに260本をあのヒット打つ人なんか まずいないで、安定してホームランの数も、10本ぐらい打ってると。で実はね、大リーグで日本人野手の中で、誰が一番打点を上げたいたかっていうと、実はイチローさんなんですよ。700打点以上上げてるんですよ。究極の野球を目指すということで考えていくと、1番から9番までイチローさんなんですよ。まあその中に大谷翔平とかそういう風な二刀流で、バッティングの方もとんでもないよというような人たちと、あとはトリプルスリー3割30本30盗塁を達成した人だとか、だそれ総合士が揃ってる人たちばっかりでチームを編成すると、やっぱり得点能力とか全然違いますし、やっぱり相手ピッチャーをどう、まあ、崩していくか、どう対応していくかの部分ですね、その辺のところで、やっぱりボール球を振らない、盗塁ができる、できないによって、フォアボール出しただけで、セカンドまで行かれてしまう、チーム、相手、もう1番から9番の選手の中でほとんどの人がフォアボール出してしまったらセカンドまで行かれてしまうと、そういう打線の方が相手ピッチャーからしたら大変なんですよ。だからこれは今後のまあどれだけ各高校球児の方たちにこのメッセージが届いているかは分かりませんけども、足をすごく鍛えると、まあ、上半身とかもバットの振り込みとかで、自然とまあ鍛えられると思いますし、送球の時とかも目いっぱい力入れて投げたりだとか、そうすることによって、まあ、肩の筋力とかはついてきますし、背中の背筋とかも、とにかく足を徹底的に鍛えるんですよ。そうすることで、ヒットやフォアボールのわずかな数で、あとは打率がしっかりしていれば、イニングごとに得点を重ねていって、まあ、最終的には5点ぐらい取れてると、まあ、こういうような野球が目指せると。で、足が速くて、その体を鍛え込んでる人って守備範囲が広いんですよ。やっぱりその辺のところが失点になかなかつながらない。足腰しっかりしていたら、送球するときも、まあ、場面場面によったら、まあ、9割型の力で投げたりとかで、そうすることによってコントロールを良くして、悪送球とかにならないようにだとか、とにかく足腰を鍛えると。それは本当に第一の正解ですよ。大谷翔平選手なんかは今年は特に足腰鍛えることを、最初からシーズン始まる前から、まあ去年の秋季キャンプぐらいから取り組んでいったと思いますよ。足腰をしっかり鍛えるっていうことで。で、まあそのホームランと盗塁の数、あとはまあ打率は、3割以上目指すと、まあいうような形で、まあ、取り組んでいると。まあ、もちろん、ホームランを狙ってと。ということです。今後の試合の仕方だとか、チーム作り、特にまあ監督さんに関しては、来年どういうふうなチームを作るかというところで、その足腰を徹底的に鍛えると。一つでも先の塁と。小松大谷さんの試合に関しては今年は取り組んでたんですけども、智弁学園さんの時でしたっけ、盗塁を何回かされましたっけ。そのね、阪神タイガースの試合とかも行っていて、やっぱり絶対的に足が速い人はやっぱりもう苦手というか、そのある意味もうどうしようもない部分があるんですよ。その配球のところも、落ちるボールとかも使わなきゃなかなか打者を打ち取れるかどうかがあるじゃないですか。で、今の時代って落ちるボール、その変化球とかは結構多用されてる時代ですから、あのワンバウンドするかどうかのボールをキャッチャーの人が拾ってから、そこを
からこう肩まで上げて、肩の位置からちょっと高いところまで上げて送球せざるを得ないですから、やっぱりスローイングまでに時間がかかると、もうそうなってくると物理的にもどうしようもない部分があるんですよ。だからそこなんですよね。そこまで皆さん、しっかり、足腰を鍛えるのと、あと自分の学校に陸上クラブがあるんだったら、陸上クラブの人に走り方のフォームを徹底的に教えてもらったら、塁間の、走る速度変わります。これ一回プロ野球選手の、年間例えば、何十という盗塁を行った盗塁王の人と陸上の選手、ベースランニングホームから、ファーストセカンドサードからホームまで帰ってくるまでのタイムを競ったんですよ。そしたら陸上選手の方が圧倒的に速かったんですよ。それは足で地面を蹴った時に推進力が前の方にすごくうまく力が持っていけるように、走ってるんですね。でそういうフォームを陸上クラブのチームもしくはなかったら動画とかで陸上の選手どういうふうに100m 走ってるかっていうところをしっかりと勉強してもらったら、野球の場合はちょっとリードしたりしてファーストランナーとかセカンドランナーとかランナーとして出てる場合はだからその最初の時のその足幅どれぐらいの足の幅が一番トップスピードまで持っていけるか、足幅広げすぎたら最初の一歩が遅くなっちゃうじゃないですか。だからどれぐらいの足幅がいいかだとかどちらの右足左足どちらの方から先に地面を蹴るかだとかそういう細かいところまで、きちっと徹底的に突き詰めたらもうキャッチャーの方が圧倒的に不利になります。ちょっと送球がそれただけで、もうアウトにできなくなってしまうと、こういうふうな形にできるのでもう足腰なんてもうみんな鍛えたら誰でも鍛えれますから、だからそこですね、絶対できることの一つとして。ということです。今回のこの動画、これからの高校野球界にとって、良いアドバイスになればなと思って、申し上げさせていただきました。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。他の方にも、淡井さんの動画を見るとき、親に許可もらって、一応僕の動画って著作権の問題で、18歳以上の人を対象にしてるんですよ。で、スマートフォンとか、高校生の人とかで、なかなか持ってる人はまずいないとは思うんですけども、親に、YouTube で、無料で見れますから、無料で見れるものを活用してもらって、僕の話、内容とかをメモしてもらって、対応してもらえたらなと思います。本当に話早かったら得ですよ。守備範囲も広いですし、なかなか点取れないなって相手チームもだんだんなってきますから、あんな打球取られるんかとか、そういう風になってきますから。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。